さてというわけで、全国のメルティブラッドファン並びにアチョーフリークの皆様、今日もいかがお過ごしでしょうか。第89回メルティブラッドアクトレスアゲインランキングバトル、今回の優勝はまあまあまあ京都の守護者ラッキースターソルティネロカウセ、ね、そしてラッキースターの指名はそろそろまた可愛がりをしてやろうみたいな感じのベータ 2回連続。さあベータ、ここはちょっと頑張りたい。俺そろそろラッキーさん超えとは言わんまでもいい勝負したい。というわけで第89回ランキングバトル優勝者指名11勝ち、優勝者ネロカウスラッキースターソルティ、指名者は京都の中で1・2を争うやる気ねえの琥珀使いベータ。1戦目第1ラウンド、まずはベータが2回通して置き攻めは裏ガード連続ガードになっていた。今のレンガにならないタイミング狙えたらすごい。しかしこれ様子見のジャンプからさらに空投げ通して EX バット、マックス残ってるんでジョニーさん前ステは潰していきます。いいですね、すごいいい立ち上がりですね。第1ラウンドベータ、第2ラウンド212対187、防衛対空 2C だ。だから防衛当たらずスカ 2C、初手はラッキースターカラスから、なぜかカラスが当たったんでそのままワンコーン2900 B5C スカゲラン JC スカゲラン B5C から剥がしてダウンを取って EX しか、投げがねあっこあるんで入れっぱしたくなる気持ちは非常にわかりますが、ちゃんと重ねていきました。 B5C11 投げないないんだ。あーごめん B 職アルギニエ B5C から B5C 固めていく B5C カラス、これは近い、なんとか前捨て前転、さらにシールドアンバーだが、いやー逃しません。足に押し付けてカラス、いえカラスからのつかげな、ここはスパーク耐えた、解放おいしい当たらず 2CB 直前捨て、これを潰せなかった、入れ替わる。いやしかし今日のベータの上りジャンプやいい、バックステ追いかけていいね、今のガンダッシュとフルコン失敗、いいやばれごねて表、あー JB の2発目、今まで数多くのプレイヤーたちを恐怖のずっとこに叩き落としてきた JB2 発目過去中断。ジョニーなんとか出た相打ち、体力5分やけど A しか、うわセーフ、コマミス、しかし B しかヒット 5A2C が 5A623C になってゲージがないんで B しかにいったもので言うと琥珀ネロカオスはまあまあ今でも多分琥珀有利とは思います。だがラッキースターに勝ち切るのは至難の技。2戦目、おっとジェシーが通って画面足 B 植物から前捨て、これをねとがめながらセットプレイに行けるルートがあればといったところ、ワンコンB カラスに抱いて 2C でライン追い返したいが JB5B アンバー下ろさない、当然のように下ろしません。空対空のジャンプ C、 あれで地上に下ろさせないという立ち回りが強い。第2ラウンド、ああ 2B 先端 DC、 まあ引っ張りだけどとりあえずここはスパークを使って画面端はこらえていきたいが、紙切りを飛ばして紙切りで落とせ。あっこね、ちゃんとね対空意識があるラッキースターならではのプレイングですね。ダッシュ 2C から裏が単純に通った、おいしい中央バット、そして B 職へゲージ返しがおいしい、バンカーカラス、うわー今の前空中ダッシュねうまかったんですが、それをさらに読み切ったラッキースターカラス
髪切り、ジャンプで逃れられず、今のも不運といえば不運。あれが、あれ、ラッキースターライター回収。さてラッキースター一戦ごとにフルムーンクレイを使い分けながらの対戦になっている。3戦目ラッキースター 2-0、 まずは空対空ジャンプ A から、おっと早めの解放、早めの解放を通していくのも読み合い。ラッキースタイルだが逃げは操作相打ち、西に対してテーラ B が通る、おっと2発目当たらず、折り返しが通ったセーフ。あっこでね対空が強いネロカオスは飛ばせて落とすってやるっていくんですが、なんとか折り返しでしのぎました。 2A ガード解放、 C しかヒット。あっこでね回復を取らずにすぐにリソースをシカとかの EX 技に使っていくのがラッキースターのまあ特徴でもありますね。第1ラウンドラッキースター、第2ラウンド対空護衛スタート、上に入った瞬間すぐ護衛、マジかよってなるけどな。ヘビガードから下段ガード潰しからの片目に入る、そして飛ばせて落とす、これがきつい。あの距離ねもちろん上で逃れられるんですが、ガードしっぱなしやったらヘビからの有利フレームを使われてきついという幻想シフォン。 B 越しで落として EX しか、 2A シールド対策している、しかし1回が限度か。 3-0、 今のごめん、このゲームで EX シールドってジャンプできたっけ、ジャンプ森か EX は。さて第4戦目、あー着地して牛を間に合わせてわずかにダメージアップ、髪切り一回成功、髪切りからここも 2C2A とすると2連覇が間に合わないか、それでもフレームに確定したか。第1ラウンドラッキースター、第2ラウンド188対100、ネロのああいう固めに対してはもちろんシールドありきで対策はできるんですが、おそらくねすっごい難しい、慣れるまでシールドで髪切りを取るとかは。空対空からこれ中断、コンボミス、あーでもフォローしていった、早え早えよ。さあベーダーここで進行、かなり対策を積んできて昔に比べたら虐殺されることは少なくなってきたんですが、しかしここまでは順位戦勝ち、ラッキースター 4-0。 まずは投げが通る、ここは引きずり下ろし、空中バックダッシュで1回逃れようとしたがそれを見越しての 2A 対空、ギリギリ当たる 5B、 これ潰しになります、暴れ潰しです。B 越しで落として EX しか固めて相打ち、もちろん逃さない空投げ締め。第1ラウンドラッキースター、さあベーダーどう切り返していく、第2ラウンドいいよ、護衛にしよう、押させて折り返しだったが、あっこで自分のターンを作れないとなかなか、テーダで抜けて画面足の置き攻めをゲット、 B ショックから空出し、バンカーに対して空出しを当てながら、おっと EX パッドをミスだが、おいしい、取り切れない、 JC 魂の JC。 さてベータ空対空をケアしながら、JB スカ解放、B 越しからカラス、 BB カラス当ててんのよ、剥がして固める、固めるがスカゲダン、ラッキースターセットプレー、おっとコマンドミス、 JC、 あーやっちゃった、
パークするしかなかったけど、さらに 2B2C セットプレイ、ビーゴーシーマル満足のいく食事ではなく、なぜか上入れてしまっていた。頑張れベータ、みんながベータの応援に行っている。6戦目です。第89回ランキングバトル優勝者指名11戦勝ち、優勝者ラッキースターソルティの指名はベータ、ベータコワーク、やる気勢のベータを指名してきました。しかしここまでは完全なる可愛がり、 5-0 集団通して4700、 2B からもう1回ガラス、ごまかした系のカラスだが集団ガード BDC から、さらにカラスが当たると先手でカラスが置ける。そして空対空の JC、 第1ラウンドラッキースター、ラッキースターの動きがねいちいちで理にかなってる、それはまあ確か。開幕 5B 対空から髪切りもよもよの必勝体制でお出迎え、何とか相打ちでこらえたが、この JC をクーガしてしまうと引きずり落とし、クーガの方が確定。ここもワンコン、カラス投げが通る。さあきつい、きついよこれは。非常になんかやっぱりあの得がたい、得がたいプレイヤーの性質の一つなんで大切にしてもらいたい。6-0 です。7戦目ラッキースター VS ベータ、おっとインバリおいしい、だがここで 5A、 これも入れっぱつぶしですね。なぜかカウンターしましたが、下段ガードナイスガード 2C、 そうここは割っていた 2C ワットおいしい、画面足のコンボ何がおいしいってゲージ回収が結構あるんだこのコンボ。 B 職おー、 B5C、 BJC で遅らせ中断、 A 職解放読み、もちろん時間を使います。 EX バット中断、いいね、大事なのベータ B、 A バット秘密の技物中断です。 JB、 おーっと大根落ちない、からジョニー投げすか漏らさせて、おっとゴーエが勝った、ちょっとひよっちゃったか、そこで大空 2A をひよらず乗せるラッキーさ、体力にはベータ、うーん空大空しに行きます。上り JB で 2C が潰れる、行くしか B5C、 B5C で固めていく、いやきつい、剥がしてきつい、何これ B5C 固めるだけの簡単なお仕事、何この簡単なお仕事、いちいち第3ラウンド196対79、 JB 先端、ここは爆戦だが引きずり下ろしを嫌って、上をもう一回入れたところに連続ガードにしない JB 遅らせ JC からワンコン、カラスゲナンガード投げが通る、ここは2段ジャンプから脱出成功、 DC から解放すかしたけど、いやー間に合わない DC、 もちろんカラス1投センターで B5C から B5C、 DC きっちり割って恐れず固めていく JC、 受け身狩り、さあ来たタグは、おーっとなぜか 2C が漏れる、うさんくさいけどとりあえずバットサボテン、さあ解放読みだったか、 2C かがしてバット残ったか、タグはあー、すかけだ、いいよいいよ、さあ来たベータ1本取り返す、さてベまず1勝、ここからですね、
8戦目です。6-1、まだ 2C、 ベータが先制、投げは遅らせてシールド見てから投げてゲナーガード、シールドは透かして投げる、栄食、ああ取れない、ラッキースタイル、ここで手を出させてシールドで取るというね、通称ラッキースタイル、別に運ゲーというわけではなくてラッキースターなんで、ラッキースタースタイル、略してラッキースタイルです。さて切り返して体力は5分、立ち回り、うん、JC ガード、しかしあの JC をガードすると今みたいに ABC で引きずり下ろしながら地上で空爆の大技を当てるという、それがまあまあネロの基本的な腰です。だがここでワンコントール、ベータ足のバトループ、ジョニー受け身狩りから、ああ、いいインバリが出たがきっちりジョニー当てながらのコンボを完走する。第1ラウンドベータ、第2ラウンド上から JC だが髪切りは上に長い、これはアンバー、うーん、アンバー読み様子見、カラス、カラス中段ガード、そして歩いて投げる有利フレームです、あの中段、そして髪切りが2連覇を潰してそのままコンボ、 JC で降りる、降りるしかない、投げて栄食、被弾でカラスがめんどくさい、いやー近寄った瞬間トリガーが入った、11第3ラウンド開幕、とりあえず髪切りを置いてプレッシャーに負けて2連覇してしまったところを牛で潰す、髪切りあれ空が不能です、だがコンボミスったところベータ取り返す、ジョニー受け身狩りからここは EX バットダメージ加速減ったよ、あ、西ビーグ JC、 そしてまさかの投げやばれを潰して、あ、わ、やばろ、そういう髪切りが2つ同時に出てくるんだ、顔面、わ、よくつなぐ、今のつなぎはうまい、食い投げ地面 D2C からカラス解放通していく、あ、ジョニーさん、お願いジョニーさん、着地に合衆、いやー、いい、今の合衆はいい、ベータ取り返していきますの調子を確かめながらかのように戦いを見せていく、6人9戦目 JBC、 まずは空対空上り JB から頭を押さえてワンコン B5 C 先端、うーん、なるほどね、 B5 C 先端からキャンセルヘビは 2C で潰すが TW が確定と、 B5C で固めながら JA 着地投げ、空対空ガード、しかしこれは引きずるよろしのパターンです、耐える手段は空中シールドのみ、第1ラウンドラッキースター、第2ラウンド208対557、あー繋がらない、とりあえずカラス投げて 2A下段が通る、亀梨沖縄ヘビから遅らす中段はガード、ヘビが過ぎ去って様子見してた、あーカラス当たっちゃう、これはゲージ回収重視、空投げいけない高さ、 BJC でごまかしたが先に投げたらラッキースター、受け身取らない読み、 5A5B か 2B カラス、いやー、ここで入れっぱしちゃったところ B5C で抑えてそのまま終了、ラッキースター7というのはね、メルブランの中でも屈指のものがあります。え、そろそろシールド使う、おっと、そろそろシールド使う宣言だぞこいつ、西投げてサボテンから中段、これがあった、栄食から上り中段、さっきだ、これがあるからまだ
まだなんとかなりそうなもの。 4C 暴れて、だが JA 空対空、早めの空対空刻んでシールドカウンター、ここはゲージは吐かない、回収重視、なんとか300に持っていってリソースを回復したい。 JB ここでエクテンカラス、ほほうカラス、あーっとカラスの残りがまだあった。2段ジャンプ成功、着地成功からシールド届かない、あぶれ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 、あーやめてー、 JC ヒット、あー着地だけど、いやーきつい、空中コードが残ってない時のタクがつらい、そうっすい。さてワンチャンス、バット残ったがサボテンから、あーっとシールド失敗。第1ラウンドベータ、第2ラウンド JC 上からだが髪切りがもちろんフォローする位置、壁板しなくて、だが 2C2A 状況別と距離別の髪切りにも 2C2A が間に合う位置とかね分かれば、カラス髪切りできっちりね当たった時フォローしていきます。4000カラス日陰弾、あっこはねジャンプ B の2段目と 2A ですでにタグになっている、そっから遅らせのクーダ JB もあるでなかなかきつい。11第3ラウンド刻んで、だが立ち回り B 色を巻いて紙切りと相打ちになっていく、うん、さすがにクーガー不能失敗、シールド、おっとここでスカジャンプ、そろそろシールド思想的なスカジャンプ、ジョニーからスカゲ弾、端は闘魂、ジョニー投げて、おーっとレンガになっている、ここもスカジャンプ、いやーシールド思想なん分かってるからスカジャンプでいいやみたいな。ベータ3勝73、トレモの課題は 2C2A 紙切りにシールドやな。さていきましょう、最終戦11戦目ラッキースター73、ベータ3勝すればまあ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 俺的にはまあ十分でしょうという感じです。さてここでクレセント、もう一度出してきたラッキースター、スカゲ弾から剥がして起こして EX しか起きてめ投げたく、引きずりよろしの構え、あこれ ABC のどっかでねレンガになってないところがあるんで、それをシールドしながらなんとかしたいんですが、まあ言うのは簡単、カラスガードからうーん潰し、 B5C が潰し間に合う、発生が密着だと非常に早い。第2ラウンド空大軍いい判断、 DC 通して、お裏表何も起きなくて、ペーター画面出しコンBJC 指導なんで重い、ジョニー投げすか漏れ、コンボミスったところ対空から粘着していく、解放しろよみたいな感じだったが、ベータセーフ、 JB、ね、そしてここでおっとコンボミスおいしい、そういうのはまずい。さてベータここは落ち着きたい、落ち着いてさばいて 5C2B カラスシールド、アンバー、アンバー相打ち、これ毒いいよ、解放当ててく、 2C の持続が間に合った、俺のスパークなぜ当たらなかったし、前転うわー通しません、まあ通しません。というわけで83、まあまあまあベータ3勝は大戦果ですが、まあ83です、ラッキーサーフ強かった。